皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は私のスクイーズの収納法のご紹介をしたいと思います。ご興味のある方はぜひ最後までご覧になってください。では始めていきます。ちなみにこの棚になるんですが、こちらは私が生まれてどれぐらいだろうな、大きくなった時に使うようにおじいちゃんが自ら作ってくれた棚になります。の前は茶色い色だったんですけど、私が大きくなって、白が好きなので白にしてって言って白に塗ってもらいました。こんな感じです。おじいちゃんが塗ってくれたり、おじいちゃんが作ってくれたものなので、多少塗ってるところとか剥げてるところとかもあったりすると思うんですけど、ずっと使ってる棚なのでちょっとね、多少はハゲとかあると思うんですが、はい、温かい目でご覧ください。ではご紹介したいと思います。まずはこちらです。ここは3COINS で買った棚にこういうスクイーズを入れています。ちなみにこちら全部穴が開いていて、この段を上に上げたり下に下げたりすることができます。なのでサイズによって棚の位置を変えることができるのですごく便利です。今のところここの上から10個目とかそれぐらいのところにこの板を入れてます。 3COINS で買ったこういうケースにキティちゃんとかマザーガーデンのものを入れてて、こっちはこういうハートのフックにこういうスクイーズをかけてます。なんかね、多少ね塗料が飛び散ってるのとかあるんですけど申し訳ないです。で、奥にはこんな感じでシャワーのスクイーズとかあって、これは最近ガチャガチャでゲットしたものになります。それからこちら、これはスイマーで買った棚になるんですが、一つ何円だったかな、900円とかしたんですけど、可愛くて2つ買ったものです。ケーキとかドーナツとかいろいろ並べています。で、ここはイクミママさんのドーナツと、あとはいちごパンがありますね。ではその下をご紹介します。下はサイズを測らずに買ったカーテンを引いています。こんな感じでサイズを測らなかったので端と端が空いているんですけど、100均で購入したレースになります。なのでね、まあ別にこんな感じでちょっと隠すぐらいだったら100均でもいいかなと思って買ったんですけど、ちょっと短かったですね。はい、こんな感じです。とここにはブルームのスクイーズとかシャワーのスクイーズとかパン系が結構入ってます。で、ちょっと左はおしゃれな感じにアンティーク雑貨みたいなのを置いてたりとか、こんな感じで置いています。うさぎちゃんがいます。そしてこの下なんですけれども、すべて棚の中にスクイーズが入ってます。こっちは伸びる系とか水系が入ってて、ここはシナモンとかキャンドゥで買ったドーナツとかメロンパンが入ってます。で、こっちはすごいちっちゃいこまごまとしたスクイーズがたくさん入ってます。で、こっちにはカフェドエンヌが大量に入っていますね。で、この中にはミルクスライムとかパンダまんじゅうと桃が入っていて、これはプニマルが3つ入っています。こっちにはシャワーのスクイーズ、招き猫とウォーターメロンとパイナップルが入っています。こっち側にはこんな感じでベーグルとか入れてます。はい、それではこれね、剥げてきちゃったんですよ。元の色がこれなんですよね。なんですけどね、もう剥げちゃってまた上から塗り直してもらわなきゃダメですね。塗ってもらって結構経つのでちょっと剥げちゃってるんですけど、はい、こんな感じです。そしてこの中にはブルームのスクイーズをたくさん入れています。はい、こんな感じです。そしてこっちにはブルームの袋とか、あとはチョコバナナとかのビールお餅とかたい焼き一番とか入れています。ブルームの袋は前に
クレアさんでいろいろな上の方にあるこのブレッドとか買った時にもらった袋で大切なので置いています。はい、こんな感じです。でもう一回後ろ下がると、じゃん、こんな感じですね。こんな感じっていうのが口癖なので、こんな感じこんな感じばっかりなんですけど、すいません。でこれを閉めて、いつもこんな感じで、お部屋はこんな感じですね。ちょっとゴミ箱とか映ってるんですけど、すいません。はい、そんな感じで今日はスクイーズの収納している棚のご紹介でした。はい、こんな感じです。参考になれば嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。